どうも、遠藤です。はい、今日もね、日課の MP7 でチームデスマッチやっていきます。まあ、いよいよね、MP7 のキル数が2000を超えてね、もうぶっちぎりでこいつがメイン武器になってますね。なってますね。さて、なんかね、今何回かやってんだけどね、結構相手に強い人が多くて、なかなか面白いことになってますね。やっぱね、このゲームは、チームデスマッチが面白いな。やっぱ、無料 FPS はね、チームデスマッチばっかりやってますね。爆破とかもね、面白いんだけどね、なんかやっぱ、BF4 から入ってきてるから、あんまりね、死んで操作できない時間が続くのが好きじゃないんでね、常に動かしてたいんでね。チームデスマッチとか、まあ、破壊とか強襲とか、そればっかやってますね。で、最近、なんか、ちょこちょこ友人とか、まあ、知らない人にも聞かれるんですけど、なんか、エイム力をどうやってあげたらいいですかとか、なんか、エイムのコツとかありますかって聞かれるんですけど、まあ、なんか、そんなコツとかを教えられるぐらい私は上手いわけじゃないんだけどね。まあ、コツとかはないな、あんまり。ないっすね。まあ、やって慣れた方がいいですね。まあね、やっぱ、ちょっと、なんだろう、結構考えて行動して、エイムするタイプの人と、私はもう直感でやって、あんまり考えずにね、敵を見つけたら撃つぐらいしか思ってないんでね。まあ、その人のやり方のタイプによっても、教え方はだいぶ変わってくるんだけど、ああ、まあ、じゃあいいや、直感でやるタイプ人向けの、じゃあ、私なりの練習方法を、じゃあ、ちょっと、言ってみます。まあ、自分がね、どうやって練習したかっていうのを言えばいいのかな。まあ、最初はね、やっぱ、エイムって、なかなか難しくて、まあ、マウスでエイムするわけだから。あ、これ、初心者向けの内容ね。もう、本当に始めたばっかとか、全然勝てない人向けの話です。で、最初はね、やっぱ全然もう合わせるの自体が難しいんだよね、こういうゲームって。まあマウスでね。普段なんてさ、マウス使って合わせるだけとしないでしょ。せいぜいフォルダをクリックするか、あれだよ。動画ファイルをクリックするか、音楽ファイルクリックするかだから、そんなにね、精密な操作しないと思うんだけど。まあそうだね。まあじゃあおすすめの私がやってた練習法とかさっきも言ってたが、とりあえずね、まあチームデスマッチをやりまくってください。爆破とかはダメでさ、自分が操作してない時間が長いんで、必ずチームデスマッチで練習してください。で、チームデスマッチで練習するにあたって、よく街で大きいゲームとかしてる人がいるんだけど、まあ角に待ったりね。敵が出てくるのを待って撃つ。そういうのはダメです。自分から合わせに行ってください。っていうことなんで、基本的に始まったら、チームデスマッチで試合が始まりました。そしたら、相手のリスポーン地点に向かって、もう一直線にダッシュしてください。まあ、ルートはどこでもいいかな。この下通ってもいいし、まあ、右通っても左通っても上通ってもいいんだけど、あんまり立ち止まらないで、もう角待ちとかは禁止、基本。ひたすらもう相手の方に突っ込んでってください。まあそうだな、この真ん中の下通っていくのがいいのかな、練習には。まあこの真ん中が左かだね。まあ右でもいいんだけど。で、見かけたらもうひたすらもう合わせて打つっていうね、外をやりまくってほしい。自分から合わせに行く。ポジショニングショットじゃなくて、まあ、ドラッグショットっていうのかな。スナイパー用語かな、これは。自分から合わせに行く。あ、もう何にも考えずに突っ込んでこうやってね、もう上からジャンプして降りてもいいんだけどね。このマップね、上からジャンプして降りるの結構強いことがね、分かった。意外と見られてないんだよね。みんな気づかないから。あそこから飛び降りるのはね、結構強い行動だなって思いましたね。なんでこういう風に適当に突っ込んで、打つと合わせて打つ。っていうのをね、もう何も考えずに、なんかチームデスマッチで延々繰り返してたらね、すぐにエイムなんてのはつきます。まあ、エイムある程度ついたら、なんだ、敵が出てくる位置とかにね、あらかじめカーソル合わせておくような感じにはなってくると思うんでね。そこら辺はもうあんまり考えずに、
やってもいいのかなっていう感じですね。だってね、もう適当に打っても当たるんでね。まあもうこれもあんま考えずにね、直感でやってます。で、まあ、サブマシンガン使う人はね、そこまでヘッドショットを狙わなくてもいいんでね。まあ、レートも早いし、サクッと倒せるんで。どっちかつと突っ込んで、この移動打ちに慣れた方がいいっすね。移動しながらエイムして打つみたいなのに慣れていった方がいいかな。まあで一通りね、慣れてきてエイムもできるようになったなって思ってから、なってから立ち回りの考察とかね、勉強とかしていけばいいのかなって感じですね。まあ相手の出てくるタイミングとか、マップの赤点見て相手の行動を予想したりとか、しながら戦うと、まあ、チームデスマッチでもね、裏取りとかのタイミングとかもわかるんでね、バシバシ取って、敵の背中に弾をぶち込むことができるんでね、そうやっていくといいのかなって思います。まあまあ最初はね、始めたばっかってやっぱ全然勝てないんだけどね、ひたすら何も考えずにチームデスマッチやることをまずおすすめします。そうすればまあ絶対上手くなるんでね、0キル20ですとかの人でもね、絶対、10キル20ですぐらいならね、すぐになるんで、ね、適当に突っ込んで合わせると。なんでね、チームデスマッチでもうマウスブンブン振り回してください。もう本当にマウスブンブン振り回すぐらいの、キュッキュッキュッってね、動かしてね、やるような感じでいいんでね。ああ、まあまあ、そうやってね、回すと体も温まるんでね、だんだん、まあ自分がやりたいマウスの挙動をね、正確にトレスできるようになると思いますよ。まあ、そんな感じですね。もう敵が強くて負けちゃいましたね、結局。まあね、負けでもね、突っ込んで裏取りとかしてればね、ベストキルとか取れるんで、個人的には面白いんですけどね。やっぱ相手が強い方がね、燃えますね。はい、そんな感じです。